原爆資料館停留場とは、長崎県長崎市川口町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場である。駅番号は20、1号系統、2号系統、3号系統が停車する。当停留場は1920年の路線延伸に合わせて開業した停留場である。当初は浜口停留場と称していた。その後浜口町停留場に解消、その時期は、 大正末、または昭和初め頃とされる。東帝竜城の開業と共に開通した区間は当初、専用軌道で、浦上駅前から東帝竜城までは東寄りに、迂回し住宅の裏を抜けるルートを取っていた。しかし1945年8月9日の原爆投下により、長崎で延期の路線は全線不通となる。 東帝竜城を含む区間が復旧したのは1947年。この時、浦上駅前から東帝流城までは、都市計画に基づいて、直線で結ばれることとなり、急線は廃止された。1990年には、平和公園停竜城よりすぐのところに、長崎西洋館が開館。敷地を本線の軌道が横切り、建物の中を路面電車がくぐるという得意な光景が、 誕生した。当初は建物の中に停留場を設ける計画もあったが、実現はしていない。原爆資料館停留場に解消したのは2018年のことである。原爆資料館停留場は専用軌道区間にあり、軌道は道路から独立している。ただし長崎駅前方面は、到底留場を出るとすぐに、右へ曲がって国道206号と合流し、 平洋軌道となる。ホームは2面あり、南北方向に通じる2本の線路を挟んで向かい合う。線路の東側が長崎駅前方面行きのホーム、西側が赤挟間方面行きのホーム。戦前は赤挟間方面行きのホームが道路を渡った先にあり、両ホームは離れていた。長崎駅前方面のホームには日本語と英語による駅自動放送が流れる。 国道との合流地点で、軌道は国道の歩道を横切っているため、電車の通過を歩行者に警告する赤色灯とスピーカーが停留場の屋根の端に取り付けられている。停留場は1990年の長崎西洋館開館を受けて西洋風に装いを改めた。また2006年には校内の軌道に芝生を植えて緑化されている。長崎電気軌道での軌道緑化は、 東停流場が初めて。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。東停流場を出発後、長崎西洋館に設けられたトンネルに侵入する5000系電車停留場のすぐそばに複合商業施設の長崎西洋館があり、隣の平和公園停留場との間で本線の軌道は建物の中をトンネルにてくぐり抜ける。停留場の急所は、 浜口町であったが、所在地は、川口町。浜口町の町域は、国道206号を挟んで向かい側に広がる。ABC 電栗2005、P47、ABCDEF 今後2009、P57、ABCD 電栗、アンド宮川2000、P50、a b 百年市、P129、タグリアンド宮川2000。 P96 タグリ宮川2000 P98 a b 百年市 P115 もともと軌道は国道206号沿いにあったが都市計画道路裏上川線の建設に伴い移設された結果、車遊地を横切るようになっていた長崎西洋館はその土地を有効活用するために建設されたものである百年市 P26 AB ングリ 安ンド宮川 2000P51AB 電停名称変更のお知らせ。長崎電気起動。2018年4月4日閲覧。AB 電栗2 0 0 5 p 1 5 7 1 0 0年誌。P196100 年誌。P197100 年誌。P199 タクリ2 0 0 5 p 1 5 6 a b 1 0 0年誌。 P200、P 浅野高人、長崎電気起動、13箇所停留場、新名称に35年ぶり、明日から、毎日新聞、P23、a b c 百年史、P130、ABCD 川島2013、P47、川島2007、P119、小川2012、P258、a b 1百年史、P124、四百年史。 P96 ありがとうございます。